はい、トーマです。こんばんは。今日は力属性杯、力属性杯のバフデバフキャラというところをまとめていきたいなと思っております。はい、以前作りましたですね、このバフデバフ自動パスカット、この辺の、キャラクターですねのまとめ、これを使って力属性限定でですね、バフとデバフ見ていきたいなと思います。では早速頭からいってみたいと思います。まず大きなバフデバフキャラといえばドリコレのジェンティーレ。このドリコレのジェンティーレに関して言えば、ディフェンスのパラメーターが 2% アップ、そして相手チームの日本選手のパラメーターマイナス 2% で、即属性のパラメーターマイナス 2%、 ただこれに関しては力属性杯では関係ないといったような形になります。そしてマッチアップ選手の日本選手のフィジカルマイナス 20% と非常に強力ですね。はい、続きまして、中学生の南葛、王者南葛翼ですね。まず中学生のパラメーター 2% アップ、そして相手チームの海外選手のパラメーターマイナス 2%、 相手チームの海外選手のパラメーターマイナス 3% なので、この王者を入れておくだけで海外選手はなんと 5% 下がると、有名な話ではあるんですけど、これ非常に力属性杯では有効なんじゃないでしょうか。はい、続きましてジェンティーレ。こちらは最近潜在覚醒ができるようになったジェンティーレですけれども、相手チームの青いのパラメーターマイナス 10% なので、最初のドリコレのジェンティーレを入れるのか、それともこちらのジェンティーレを入れて、もうとにかくやはり力の青い非常に厄介だと思いますので、そちらのパラメータを下げていくといったような戦術もありなのかなと思います。はい、続きまして、日本青井くんですね。マッチアップ相手の即属性のパラメータマイナス 2%、 ただこれは力属性杯ではちょっと効いては来ないなといったようなところです。中学生の三杉くん、相手チームの海外選手のパラメーターマイナス 2%、 そして中学生のパラメータープラス 2%。 はい、で力の三杉くん、こちらも三杉くんなんですけど、日本選手のオフェンスプラス 2%。 はい、中学校のヒューガ、中学生のパラメータープラス 2%、 発動率 70%、そして相手チームの海外選手のパラメーターマイナス 2% と、ということで、この辺の中学生軍団をですね揃えていくと、王者でマイナス 5%、 見過ぎでマイナス 2%、 ヒューガでマイナス 2% といったような形になりますので、それだけで 9% 下がってますね。はい、そしてさらに引き続きいくと、ソーダくん、このソーダは間違いなく入れていった方がいいのかなと。っていうのも、力属性の全パラ 1% アップという形で、もう力属性杯だったら誰でもパラメータ上がりますよというのがあるんで、こいつは有効ですね。でさらにナポレオンのパラメータをマイナス 10% と。なのでさっきの海外選手のデバフ 9% に合わせて、このマイナス 10% のナポレオンがかかるとマイナス 19% と。非常にもうナポレオンでは点入んなくなってくるなといったような感じです。はい、続きましてアジアですね。秘書、相手チームの日本選手パラメーターマイナス 2%、 そして日本以外のアジア選手パラメータープラス 3% と、自分自身が上がるような形に今回はなるんですかね。はい、小春光とか入れている方はそれも上がるといったような感じですね。はい、出ました。そして欧州シュナイダーデバフ、相手チームの日本選手マイナス 5%、 そしてドイツ選手プラス 5% と、
このキャラクターを入れておくと非常にデバフとドイツ選手のバフに関しては有効になってきます。はい、松山、相手チームの欧州選手のパラメーターマイナス2番。浦部、DMF と DF の全パラ1パーアップ。そして海外選手の全パラマイナス 3%。まあ、こうやって見ていくと非常に力属性はバフキャラ、デバフキャラ、それが全体にかかるようなやつですね、結構多いですね。まあ、即ばっかりが多いのかなと思ってましたけど、まあ、バフとデバフ含めると力は結構バランスよくあるなといったような感じでしょうか。はい、そしてロブソン、こちらも必須キャラでしょうね。欧州選手 2%、 そして力属性 2% と。なのでソーダとこのロブソン合わせて 3% 力属性全体を上げていきますよと。あとはどの、まあ、国とか地域に固めるかによって、まあ、ちょっと変わってくるのかなと。あとはデバフを、まあ、うまくやっていってですね、まあ、キーパーとか、まあ、フォワードにうまく、まあ、バフを乗っけることができるかどうかといったような形になるかなと思います。はい、そしてキーパーですね、欧州のミューラ、こちらが欧州選手プラス 2%。 そして若林、これが JY 全日本のジュニアユースのパラメータープラス 2% といったような形になっておりました。はい、そしてですね、はい、それでですね、ぜひおすすめしたいのが、まあ、先ほどいっぱいデバフキャラって出てきたと思うんですけど、まあ、そういった中でこうその耐性ですねのあるキャラクター、まあ、ちょっと簡単に抜粋しただけなのでまだいるかもしれないんですけれども、まあ、いたら教えていただきたいなと思うんですが、ジェンティーレ、先ほどのジェンティーレで言えば欧州選手に対して 5% 軽減で、好みすぎに関して言うと日本選手に対して 5% 軽減。そしてこのイベントで取れたピエールですね、このピエールは力属性の欧州選手に対して 10% 軽減といったような形になるので非常に軽減の効果大きいです。なので、まあ、ピエールといえばやっぱアーティスティックパスのピエールとか、あの中央エリアマスターのやつですね、まあ、非常に強いキャラもいるんですけども、まあ、デバフ耐性をつけたキャラクターを投入することで、まあ、欧州染め、力欧州染めで、まあ、非常に有効な効果を発揮するんじゃないかなと思います。はい、こんな形でまとめさせていただきました。はい、ぜひ参考にしていただければなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。トーマはですね、最近てっぺんというアプリをちょっと始めてみましたので、そちらの方もなんかやっていければなと思っております。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは